はい、チョコボール向井です。乾杯。今回は私のこのですね、ストーリーをプレイバック、思い出をですね、思い出して語りたいと思います。まあチョコボール向井になったら、先ほど言ったように、まあプロレスラーをやりたくて出てきまして、上京して、なったわけですが、すぐ時代です。その前にですね、高校時代、まあエロに興味あったけど、どっちかというと格闘技、強くなることが好きでしたね。懐かしいこのアルバムがあるんですけど、写真がこの頃ね、ふっくらして太ってたんだよ、実は。高校生の時は、実は高校3年で170センチ90キロぐらいあって、どっちかっていうとデブだったですね。うん、見てください、ビフォーアフター、白い頃、本当に色白高校生時代色白、白くなって、そして20代になって黒くなって、もう別人みたいなね。で、こういう格闘技仲間と、まあ宴会とかよくして、で次に行きましょう。この頃はまあ本当は青春時代ですね、高校生の。うん、あ、この頃ね、極真空手やってましてね、本当硬派な感じで、密かにエロは興味あったんですけどね。18から19になる、まあ東京出てきて、その某プロス団体を夜逃げ昼逃げして逃げた頃に知り合った仲間たちと、これは花の東京で懐かしい頃ですね。そして次のページいきましょう。はい、この頃がですね、このわけわかんない写真の頃、これはですね、私のですね、苦労時代、下積み時代、倉庫のボーイをやったり、ファッションヘルス、昔で言うと箱ヘルですね。懐かしい写真ですねこれもね。その風俗嬢のお姉様方と寿司屋に行ったり、カラオケ行ったり、そういう懐かしい頃の形ぐらいですかね。あ、これもそうだね、そういうあの阿波姫たち阿波姫で、うん、これがまあ私の苦労時代ですね、チョコボール迎えになる前。そしてザクッと飛んで、トレンディードラマに出てきそうなこの肩パッドボディコーみたいな、そういう時代ですね。88年ぐらいかな、これはその頃ですね、世の中で。こういう時代が続いて、まあ苦労時代、暗黒期、そしてやっと明るい時代になってきました。この頃が89年で、セクシー俳優チョコボール向井のデビュー前の1年間。いやー、この頃がまあ青春らしかったですね。向山コーチみたいな感じね、コーチ時代ですね、うん、この頃は東京都の大会とか出て、よくコンテスト出てたんで、まあいい体絞ってましたね。これ沖縄の海、うん、この辺は健全な仲間たち、なんかこう爽やかな人たち、 CA さんたちと、まあ合コンした頃かな、沖縄に行って。懐かしいですね。あとスキューバ、スキューバダイビングとかで、ね、やったことあったんですよ、うん。そしてこのジム、トレーニングジムの忘年会とかね、新年会とかで、うん、みんなで飲んだ頃、この頃はちょっとね、今のチョコボールが近づいてきましたね。洋服がね、 DC ブランド、これアストンボラージってとこだったかな、うん、っていう DC ブランドをよく買いまくってきた頃ですね。でこの頃はボディービル時代、ビルダー時代。はい、次のページいきましょう。でこれよくコンテストでたから、まあ確かこれだから、セクシー俳優の先の AV 男優いらっしゃいに出る前のわずか1年前ですね。東京都の大会に出て、まあ、予選落ちでしたけど、よく焼き込んで肌を焼いて絞って、でダイエットのためにこうリンゴかじったりとか、リンゴ髪の毛引っ張ったりして、うん、の頃の苦労時代が、これね、皆さん本邦初公開なんですよこれね、1989年平成元年です。元年で、これが本当大会前の、ちょうどこれコンディション良かった頃ですね。70キロ級に出たんで、69キロまで落としたんですけどね。絞りよりも筋肉の量がこの頃ちょっとなくて、予選落ち、まあ自分で自信あったんですけどね、予選落ち。これ、あ、沖縄とか海が好きでしたねこの頃は。沖縄にしょっちゅう行って、ケラマとか行って、あと熱海とか行って、スキューバはなんかね、わけわかんないけどスキューバよくやったんですねその頃は。これがまあセクシー俳優になる前の向山時代の最後の頃ですね、うん。これなんかはね、この頃プロレスにもまだ興味があって、シューティングのリングに上がってちょっと激励したっていうのもありましたね。そういう懐かしい頃、あとパワーリフティング大会で、そういう時代の集まり。あ、これはですね、そのジムにいた頃の、その今は亡き恵比寿にあるトレーニングセンター、そのジムにいた頃に、当時長与千種さんが来てくれたとかしましたね。
懐かしいな。そしてですね、このセクシー俳優とかになる前に実はですね、一時だけテレビのエキストラ時代、こういうのがあったんですね。これね、誰もが知らない。お笑いウルトラクイズとか、あのたけしさんの番組とかよく出てて、あの筋肉マッチョエキストラで、そこでですね、よく行ったのが熱海とかバナナワニ園とかキラーカンさんね、あとジミー大西さん、ペーパーさんたちとよく写真撮るのでね、まあ、その頃がタレントさんたちと私がエキストラやった頃に知り合った、貴重な一枚。この頃はまだチョコボールがなる、ほんのまだ寸前。そしていよいよですよ。はい、皆さん、ここからが場面が変わります。次のページです。はい、いきなりなんかちょっとゴージャスになりましたね。うん、体もこの頃がもしかしたら我が人生過去最高の体だったんですかね。この頃ね、ボディビルをちょっとやめて、AV、セクシー俳優として体作りをして、ちょっと太らして、でもカットをつけて、この頃ね、日焼けサロンにで、ね、一時ですねバイトしてたんですよ。そのまだセクシー俳優一本じゃ食えなかったんで、当時ね週3ぐらいで日焼けサロンにバイトしてましてね、まだこの頃は縦型が主流でしたよね、日焼けサロン時代。そしてセクシー俳優になってみてください、ファッション変わりましたよ。ドン小西、全部これ多分フィッチュームドン小西さんとか純子島田とか、そういうブランドものばっかりでしたね、ジャケットが。でベルサーチ、はい、次に行きましょう。次は撮影時代、まだこの頃はデビュー1年目ぐらいじゃないですかね。この頃はですね、あの全裸監督で有名なあの村西監督の下請けの凛太郎商店っていうところがあって、そこによく出てまして、凛商ね、凛太郎商店の凛太郎監督と監督たちと一緒になった仲いいツーショットで、女優さんがまたこれね、いいじゃないですか、バスローブじゃなくてなんかちゃんちゃんこみたいな着てますね、これね。その頃はまだあのアダルト創世期第2期時代で、私はもうこの頃になると93年ぐらいですかね。もう見てください、ファッションがもうフィッチェのドン小西さんのフィッチ羽毛ばっかり。そして忘れちゃいけない、金の騎兵ネックレス、これいっぱい持ってましたね。まあそういうのが過去を振り返って、なんか恥ずかしいやら懐かしいやら。はい、次に行きましょう。次のページです。そしていよいよ、はい、なんかやっぱりね、こうやって見ると海の写真が好きなんでしょうね。これもどっか熱海かどっかの離島にクルージングで撮影した頃ですよ。でスイカ割りのベタなシーンとか、あとボートの上で船上でやったかね、という頃が93年、一番波に乗った頃。はい、そしていよいよここからが今のもう本当に、まあ、ピークに近づいてきましたね。 もはや車遍歴時代、あの特に外車、一番最初に乗ったのがですね、このシボレーコルベットエクラね、これがですね94年にですね免許取り立てで実は乗ったんですね。懐かしい、赤の真っ赤なコルベット、オープン。はい、次に行きましょう。はい、このコルベットをですね改造した頃、これねフルエアのこれをつけただけで200万ぐらいしましたね。あとボイドのホイールもボイド、こんな四股踏んだりしてますけど、スーツを着てベッドシーン。そしてですね、この辺からさらに稼働して躍進して、ベンツが次に好きになりました。メルセデスベンツ 500SL、 この当時ねまだ半自動で、自動って途中まで引き換えて、あとは、ね、手動なんですね、ちょっとダサかったというのがですね、大好きなベンツ SL 時代。そしていよいよピークを迎えますね、ピーク期時代、96年ぐらいですかね。これはベントレーターボ RL、 ロールスロイスの車ですね、ベントレー、約車両価格1500万、を購入したのが、まあ最高にして最大の買い物でしたね。維持費が大変でした。これでですね、よく現場に乗って行って、見てください、こういうですね山でのロケ、ペンションロケで、なぜかこう AD がねあのコスプレしてるロケ、あとこれ見てください、金粉ロケ、金粉を塗りたくられてロケするとかね。はい、次のページ行きましょう。あ、来ましたね、97、8年ですかね、懐かしの今の SOD 会社、 SOD 社が創立、まだ出来たての創立記念の頃に立ち上げたのが上空 20m パック、これねとんでもないあの巨編でして、上空のビルの7階8階の上空で、こう台座ですね、アクリル板で吊られて、なぜか私この頃野球部の役、野球のユニフォーム着て野球部の役で、これ命綱、あの腰にやって命綱、これをね落ちるとね病院とロープ伸びるんですけど、逆にこれ怖くて、この台座に乗って上空に上がって女優さんといたす、で成功しないと30分以内で
爆破、強制的に飛び降りさせられて爆破、バンジージャンプ。いやこれ過去最高に怖かったですね。この時にいきさつを話しましょう。女優は全く覚えてません。若干覚えてるかな、加藤みちるっていう女性さんですよね。怖くて本当に怖くて、この話も後で詳しくこの時がしますけど、これはなぜかというと、このセクシー俳優史上一番しんどかった、そして一番やりがいがあったのは、この後にも先にもジョークファック30分で23分ぐらいまでピクリとも勃起しませんでしたからね。それやっぱ怖くって、上空で、で私結構高いとこ嫌いなんで、そこで怖くって立てなかったんですけど、最後の7分間、これは奇跡が起こりましてね、パッと目の前の女優さんを見たらですね、かわいそうに震えてんですね、怖いって、私も早く降りたい、これはいかんと思ってね、男はなんとかしなきゃいけないと思って、なんとかそのスイッチを切り替えたんです。そうしたらですね、周りが、上空が8畳ワンルームの部屋に見えましたね。部屋に見えた、上空じゃない、これ部屋だった。その中でガーンと勃起して、部屋になって勃起した中で、最後の5分でガン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 ガーンとやって発射、そしてめでたく地上に落ちた。でその時にその加藤みちるちゃんは、ちょこさんありがとうって、いや本当に成功してよかったなと、本当にね涙が出るほどの思い出の1枚2枚。そしてこれはですね、サバイバルゲームかなんかで撮るかな、この時は実弾とか、エアガンで撃たれたりとかね。はい、そして50作、これはですね、私の心の師匠としてるアテナ映像の代々木中監督の幼虫監督のザ・面接シリーズが祝い、50作品の祝いですね。今結構その軍団長ってこの2人残ってますけど、私はいち早く脱退しましたけど、この当時ねまだ3人でやってまして、市原団長、平本さん兄貴で、チョコボール特攻隊、これで面接の50本はこの3人でほとんどやったと言っても過言ではない、の記念の時の写真です。これも思い深いですね。あ、これ盟友の今でも活躍している50代の田淵正弘君の取材の私の誕生祝いかな。そしていよいよですね、最終章。あ、その前にね、わけわかんない、キックボクシングもやったんですよ。にわかキックね、キックもやって、キックもやって、グローブつけてやって、そしてあのプロレスデビュー、プロレスとして初めて6人タッグチャンピオンになったで、プロレスラー井上京子さん、リッキー富士さん、そういうプロレス仲間がこの頃増えてきましたね。故郷に凱旋、故郷の会長とね、あの凱旋した時で、これすごいですよ、これ横浜アリーナでザ・ファンクス、ファンクスとの写真、これはねプロレスファンだったら涙が出る、ザ・ファンクスで、これは亡くなったウィリー・ウィリアムス、これはこの3枚はすごいですよ、ファンクス、ウィリー・ウィリアムス、ミートボールね、またこれがね思い出の1枚、ドロップキック、この当時ねドロップキック得意でして綺麗だったんですね。でその当時乗った、最後ジャガーに行きましたね、車変異、最後はジャガーの XJ で、これが最後になりますけど、これが忘れもしれない、男優の最後の集まり海の会というのがあって、2003年ぐらいで、この頃から私はまあフェードアウトを仕掛けた最後の男優たちと、夏の海に、九十九里に集まった海の会で集まった懐かしの男優たちの一枚というのがチョコボール向かいの私生活でした。はい。